なんか急に始まったよ。なんか急に始まったよ。この子は誰なの？クリス、人間レベル1、人間の魂を宿した体。これがヒントっぽいな。人間の魂を宿した体。マスター音量。ははは、オートラン。ラン。装備、木刀。攻撃力10。防御2。アイテム。携帯は使えないんだ。なるほど。とりあえず進んでいこうか。急に始まったよ。急に始まったよ。これはなんだ？あららら、プルンプルン、プルンプルンマンがいる。プルンプルンマン。これでも有機ってことはさっき、破棄したって言ってた体だよね。破棄したって言ってた。破棄したんじゃないの？なんか今いたな。うわ。暗くて何も見えない。うわ、なんだこれ。フリーなんとかさんみたいな。暗くて何も見えない。ニョロニョロは何なの、あれ。わあ、戻れないや。滑って落ちちゃった。暗くて何も見えない。わあ、なんか顔みたいになってる。ここ、犬みたいになっちゃってるよ。ちょっと待って、こっちもなんかあるね。なんか光ってる。中で何かが光っている。取る？はい。グローシャードを手に入れた。グローシャード。なんだろうこれ。キラキラ輝く欠片。使い道はわからない。あ、ちょっと待って、これさ。あ、電話かけれるぞ。携帯で発信してみた。通じないようだ。なんかどっかで聞いたことある音だな、今の。電波が届いてないのか。クリスじゃなくて、結城さんだよね、これ。え、これ結城さんだよね。あ、これクリスだ。あ、これはクリスなんだ。え、クリス？どうなっちゃったの、これ。なんでこんな色になっちゃったの？何？怖っ。危ねえ！何これ、何これ。危ねえ！危な。攻撃してきたぞ。これはセーブポイントだね。光に身を宿、お、浸した？胸の奥で不思議な力が輝き、闇を駆逐していく。あらゆる痛みは消え去った。ヒットポイントが全回復した。セーブしよう。瞳のパズル。この地にて真の道を見るは闇に閉ざされし瞳のみ。ほう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 。なんだろうこれ。できちゃったよ、できちゃったよ。できちゃったよ、できちゃったよ、普通に。よくわかんないけど、いじったらできちゃったよ。ミラクルパズラーだからな。暗くて何も見えない。怖い、この目から血みたいな垂れてんのが。おう。これは何？わあ、壊れた。え？これ何？これ大丈夫なの？これやっちゃって。ああ。なんかいたぞ、今右側に。これ戻れない。戻れない。なんかいる、なんかいる。右になんか黒いのがいる。これは何だ？この壊していいのか、これ。あ！うお！来るな！それ以上近づいたら！あれ？あ、クリス？んだよ、もう。てめえ、ふざけんなよ。ビビんだろうが。今度やったら顔面へこましてるからな。まあいい。今はそれどころじゃねえ。こっから出る方法を探さねえと。なんか格好変わってない？つっても、ここってどこだ？
なんかわかんねえけど、全部てめえのせいだからな。てめえがなんとかしろよ。俺は後ろからついてく。格好変わってない？二人とも格好変わってるよね。いやねえわ。お前歩くの遅すぎ。うわ、行っちゃった。この格好は一体？あ、走れる。シフト押せば。走るようになったんだ。おい、見ろよ。誰か手振ってるぞ。なんか用でもあんのかな？なんだこれ。お。危な！やべえ！逃げろ！お。危な！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 スペードが降ってくる、スペード。危ねえ！危ねえ！待って待って待って。俺アンダーテール、あ、行って！俺アンダーテール PS4 でやったから確か。ほ、12食らった。危ねえ。クリス、飛び降りるぞ。うわ、うわ、うわ、うわ。おお！急に始まる感じ。アクション RPG みたいになってる、完全に。あ、あれ、あれ、アンダイン戦みたいになってる、アンダイン戦みたいな。危ねえ。おお。動ける。なんとかなったみたいだな。え、何ここ。お、死んでなかったか。それは何より。で、ここが何なのか分かったか。だよな。俺にもさっぱりだ。そこの家に誰か住んでねえか。え、何これ。店のようだが、扉には鍵がかかっている。中には誰もいない。こっちはハテナマークだ。鍵がかかっている。これは明らかに武器を売ってるお店かな。鍵がかかっている。これは宿や。鍵かかってるわ。行く手には人気のない町を見上げるように城がそびえている。城のてっぺんからは天に向かって止めどなく黒い泉が吹き出している。この場所に満ちる力が胸の奥で輝いた。城下町、西部。お城？なんだこれ、城か？なんで置物の中に城が立ってんだよ。よくぞ参った、勇者たちよ。うわ、誰だ？恐れるな、我は敵ではない。さあ、二人とも前へ。え？よくぞ参った、我はこの王国の王子。そしてここは闇の王国である。クリス、スージー、クロリ、我が国に残る言い伝えの話をしよう。いつの日か二人の光の勇者が現れるとき、時空が語り継ぐ古き予言があるだろう。勇者たちよ、我の話を聞いてくれるか。まあ聞くか、聞くか。せっかく来たからな、聞く。よろしい、では。昔々、密かに語り継がれる言い伝えがあった。それは、夢の伝説、希望の伝説、え、どっち？それは、光の伝説、闇の伝説。その伝説の名は、デルタ・ルーン。幾千年もの長きにわたり、光と闇は調和を保ち、世界は平和に包まれてきた。しかしこの調和が乱されれば、恐ろしい最悪が見舞うだろう。天は恐怖の闇色に染まり、地は恐れおののき見割れる。母なる大地の鼓動は高まり、ついには息絶えるだろう。そうして全てが終焉を迎えたかのかに見えたとき、希望の光を伝えし、三人の勇者が地の果てより現れる。人間、モンスター、闇の国の王子。彼らだけが闇の泉を封じることができる。
天使の楽園を破壊できる。彼らの働きにより再び調和がもたらされ、世界は破滅の危機より救われるだろう。ほう、闇の泉はこの地を形作る力の源泉。現在は王国の中心にあり、天下各闇を吹き上げている。しかし最近になってもう一つ別の泉が出現。これにより光と闇の均衡は次第に崩れ始めている。なるほど。たま、いわゆるクリスと、クリス、スージー、長い話をよく聞いてくれた。そなたたち二人こそが伝説の勇者であると我は確信している。いかなる敵が立ちはだかろうとも世界を救うことができる勇者の持ち主であると。さあ、デルタの戦士たちよ、今こそ己の運命を受け入れるのだ。あー、やだね。俺が伝説の勇者的な何かだって？いや、ねえわ、人違いだわ。でもスージー、君がいないと世界が。だから知らねえっつの。世界が滅ぼうがどうなろうが、俺の知ったこっちゃねえから。つかむしろガチで滅んだら面白そうじゃね。つうわけでクリス、こいつの伝説ごっこに付き合いたきゃ一人で勝手にやってくれ。俺はこっから出る方法を探す。あ、スージー待って。ああ、ほっほっほー、勇者どもは早速逃げる気満々だな。まだ僕様の存在に気づいていないというのに。これでパパ上から自慢の息子で賞をもらえるぞ。なんだお前。僕様は悪者だ。そしてお前たちはピエロちゃんだ。闇の泉を封じるつもりだろう。そしてお前たちピエロちゃんは世界を永遠の闇から救うつもりだろう。あー、しらばっくれても無駄だぞ。お前たちが東へ行くことは分かりきっている。帰るにはそっちへ行くしかないからだ。しかーし、このランサー様が阻止してやるのだ。すでに完璧な作戦を用意してある。手順はたったの2つ。ステップ1、お前たちはボッコンボッコンにする。ステップ2、お前たちは負ける。へえ、確かにうまい作戦だな。そう?ああ、だからその作戦、うちらが採用させてもらうぜ。なにこれ、ランサーが飛び出してきた。え、なんか今までとちょっと違うんだけど。え、なにこれ、俺の知ってるあれのゲームじゃない。行動、ランサー、分析しよう。分析、ランサー、とんがり頭に丸い体、どう見てもスペードです。本当はバイクに乗りたいけど、大人になるまで火をつけた電車で我慢。わあ、ああ。そこまでだ。この自転車は勝利に燃料を回す。じゃあ、スージーが勝手に攻撃しちゃうんだけど。危ねえ。あれ、なんで俺、斧なんか持ってんだ。まあ、いっか。え？あれ、戦うしかないのこれ。戦うしかできない。戦うしかできない。戦ってる。なんか普通の RPG になってる。何これ。僕らの大好きなお前らをボコってやる。あいって。やば。ちょ、俺、寄っちゃうんだけど、わざと。やべえ、攻撃の方寄っちゃう。ランサーはギアを適当にガチャガチャやって凄腕ライダーを拾った。警告。ランサーにスージーの攻撃に気をつけろと伝えた。ランサーは身構えた。おう。ねえねえ、みんなこの後暇？俺がターゲットだ。あ、これ。ランサーはポテチのことを考えている。行動で行くぜ。褒める。ランサーに服と体の境目がわからないと伝えた。ランサーは照れている。ランサーの攻撃力は下がった。おし、ナイス。嬉しくって心がウィリーしちゃう。ウィーヒヒヒ。あぶれ。誰も殺さなくていいはずなんだ、多分。待って、タンマ。自転車がガツケツしそう。己、悪運の強い子ちゃんたちめ。今回はドローということにしてやる。だが次はお前らが歯医者さんだぞ。わはは、さらばだ、歯医者さん。早く帰らないと晩ご飯に遅れちゃう。え、
ちょっと今までと違うんだけど。二人とも大丈夫ですか？まだちゃんと自己紹介しませんでしたね。僕は、あのさ、そのフードいい加減脱いだらどうだ。もごもご言ってて何言ってるか全然わかんねえんだけど。あ、そうですね。なんだこりゃ。はじめまして、僕、ライセルと言います。クリスさん、スージーさん、お目にかかれてとっても光栄です。僕たちきっといい友達になれると思います。だから、うちに帰れるなら東へ行けばいいんだろ。そう、東へ行くとそこには、わかった。じゃ、クリス、学校でな。あら、帰っちゃったよ。二人だけになっちゃいましたね。クリスさん、僕は確かに王子なんですけど、今僕の治める町、住んでる人は一人もいなくて、だからここで一人でずっと待ってたんです。あなたたち二人が来るのをずっとずっと。だから、あえて本当に嬉しいな。クリスって呼んでもいいかな？仲良くしてくれたら嬉しいな。スージーを探しに行こう。きっと、南東の方へ向かったはず。さあ、クリス、君がリーダーだよ。おう。クリス、早くスージーを追いかけた方がいいんじゃないかな。声は旅が終わってからまた戻ってこよう。その時は僕が美味しいケーキを焼いてあげるね。いいことだな。なんとってことだ。孤独な王子ライセルが仲間になった。モフモフボーイの力が胸の奥で輝いた。なんか俺が知ってるあれと違うな。店のようだが扉に鍵かかってる。誰もいないんだね、ここね。闇の力でみんないなくなっちゃったのかな。ねえ、クリス。X を長押しすると走ること知ってる？そうなの。長押しすると早く移動できるんだよ。僕もちゃんと後ろについてくから安心してね。ついてきて欲しくないなんてことはないよね。いや、シフトでできます。シフトだよ。なんだこれ。こいつ言ってること違うわ。もしかしたら本当は X なのか。あれ？クリス見て、僕が作った訓練用のマネキンがある。ちょうどいい機会だから、僕とのバトルに、敵とのバトルに備えておかない？よかったら戦いた方を教えてあげるよ。まあ、じゃあ教える。まあ、はい、教えてください。うん、わかった。それじゃあ始めよう。そのハートはね、君の魂だよ。君という存在そのものだから、そのものと言っていい。中には君の意志と思いやりが詰まっている。それからこの世界の命運も、敵の攻撃がハートに当たると君も仲間もヒットポイントが減る。全員のヒットポイントがゼロになるとバトルに負けちゃうよ。だから敵の攻撃が当たらないように気をつけよう。それじゃあ準備はいい？攻撃を受けてみて。危ない。うまいうまい、さすがだよ。敵の攻撃が終わると次は僕たちのターンだよ。まずは攻撃の仕方を説明するね。この世界では戦う必要なんてないんだけど、基本は一通り知っておいて損はないからね。それじゃあ早速戦ってみよう。はい、こうか。 OK。 すごいクリス上手だね。ひょっとして前にやったことある？それじゃあ次は防御をしてみよう。防御を選べば敵の攻撃が当たった時に受けるダメージが減る。それに防御をすると TP も保るんだ。 TP 左にあるやつか。左にあるオレンジ色のメーターを見ててね。説明後でするよ。防御してみよう。はい、そうそう、うまくできたね。これで TP が溜まったから、その TP で僕の魔法を使ってみよう。一定以上のダメージを与えたから敵は今、くたびれているよ。今なら僕のスリープの呪文が効くはず。敵を眠らせれば戦わなくてもバトルに勝てるんだ。なるほど、ライセル。魔法、スリープ。マネキン。ライセルはスリープを唱えた。よし、これでもう勝ったも同然だ。さあ、チュートリアルも、あと少しで終わり。次は行動をしてみよう。どんなに凶暴な敵とのバトルでも行動して優しさを示せば切り抜けられるからね。これはただのマネキンだけど、試しにハグしてみてくれるかな。行動してみよう。マネキン。ライセルをハグしてみる。ライセルをハグ。ライセルをハグした。ライセルハグしちゃって。クリス。僕をハグしても意味ないんじゃないかな。あー。ふふ。意味あったみたいだ。ハグ。マネキンをハグした。そう、それでいいんだ。どんな行動を取れば喜んでくれるか敵によっていろいろだよ。満足してくれた敵は名前の字が黄色に変わるんだ。その他はすかさず逃がす。これでバトルは終了だよ。
出会った敵を全員逃がしてあげれば一度も戦う必要がないってこと。うん、前と一緒だねこれはね。さあ逃がす。マネキン、クリスはマネキンを逃がした。よくできました。実戦ならこれで終了だよ。君とチュートリアルができてよかった。一緒だね。まあ一緒だね。アンダーテイルと一緒だ。ああ楽しかった。クリス、君はとっても優秀だね。もし後でおさらいしたくなったら、はいこれ、君とスージーのためにマニュアルを作ったんだ。 C を押してメニューを開くとアイテムの中にあるよ。マニュアルを手に入れた。ありがとう。お、扉が開いてる。え、大扉が開いてる。そっか、ランサーさんがこっち側へ来れたのはそういうわけだったんだ。クリス、この扉を抜けたら僕たちの旅は本当に始まってしまう。予言に伝えられる勇者の旅がね。だけど僕は君が自分の意思で決めることもとても大事だと思うんだ。この世界には本当にいろんな人たちがいる。大切なのはその人たちとどう接するかだと思う。だからなるべく誰とも戦わなくて済むようにしよう。そうすればこの物語はハッピーエンドを迎えられると思うんだ。でもそうしなかった場合、君にとって残念な結末になってしまうかもしれない。あ、ごめん、ちょっと難しいお願いだったかな。やったから大丈夫だ、任せろ。前回やってんだよそれ。やっぱり君は勇者だ。一目見た瞬間そう思ったよ。それじゃあ頑張ろうね。戦うだけが全てじゃない、そうアンダーテイルが教えてくれた。うわ、なんだここ。背後で閉まる大扉。ついに旅の幕開けだ。冒険の力が胸の奥で輝いた。おお、大扉の先。ぽお。ブーン、ブーン、ブーンみたいな、この音はいいね。夢と希望の平原。この先で敵が待っている。よってお前たちは死ぬ。ランサー様より。